背番号27番ミッドフィルダー榎本圭吾です。久保選手からカメラバトン回ってきました。自分の日常を撮っていきたいと思います。頑張ります。ちょっと諸事情で、今上裸なんですけど、ちょっと諸事情で、まあ見る人には過激になってしまうので、首から下は映せません。それでは撮っていきたいと思います。こんばんは。榎本チャンネルのお時間です。今日は休みだったんですけど、ちょっとあいにくの雨で、普段は公園でサッカーをしてるんですけど、ちょっと雨でカメラを回すのはちょっとカメラが壊れちゃうなと思ったんで、回せなかったんですけど、とりあえずまあ家に帰ってきて、夜ご飯を作ったんで、回そうかなと思いました。で、今日は、これから、サッカーの、ブラジル代表との試合があるので、それを見ながらご飯を食べようかなと思うんですけど、自分個人的に本当ブラジルのサッカーがめちゃくちゃ好きで、なんか、すげえ、今日楽しみなんですけど、見るのが。普段はあんまりサッカーを見るタイプではないんですけど、ちょっとこの試合はもう夢中になってみようかなと思って、今テレビつけて、で、自炊を自分はしてるんで、その自炊した自分のご飯をいただきながら、ブラジル戦を観戦したいなと思います。で、今日ご飯作ったんですけど、こんな感じです。じゃじゃーん。紹介していきます。これが豚しゃぶサラダです。なんか下に引いてるのがブロッコリーなんとかっていう、なんかブロッコリーよりも栄養素が高いみたいな、スーパーで書いてあったんで、それを引いて、まあ、サラダにしてます。で、こちらがきんぴらのごぼうさんです。これ自分で作ってるんですけど、絶品です。で、今日のメインは、これはブリの塩焼きですね。塩をつけて、ただ焼いただけです。と、ミニハンバーグ。自分でハンバーグ作るとき、なんかあんま大きいのより小さい方が楽だし、火の通りも早いってことで小さいの作ってます。はい。で、こちらが豆腐の上にキムチを乗せたものです。なんか韓国風冷ややっこ的な感じで、結構まあ美味しいんですけど、よく作ってます。作るっていうか、まあ豆腐を置いてキムチ乗せるだけなんで簡単です。で、納豆とチーズ。と、今日はですね、これ、1週間前ぐらいからずっとつけてる味玉です。なんかラーメン屋っぽくしようかなと思ったんですけど、そんな味は再現できるかわかんないですけど、1週間つけてみたんで、多分美味しいと思います。と、白米。と、僕が家で愛用してるサッカーボールです。本当もうこれがあれば生きていけますね。本当もうボール大好きで、本当もうこのサッカーボールさえあれば、自分は楽しく生きていけられるかなと思います。で、これを食べながら、今からブラジル戦を見ていきたいと思います。おはようございます。今朝なんですけど、僕はですね、
起きてからまず顔を洗いまして、顔パックをします。これ朝の顔パックってめっちゃ気持ちいいんですよね。個人的な感想なんですけど、それは。この朝の顔パックっていうのが気持ちくてやってるんですけど、ちなみにこのつけてるのはディズニーランドでいつ買ったのかな、大学生の時かな、購入したやつをつけて顔パックをするっていうのが日課になっております。はい、こちらからは以上です。ヘイ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 。今から料理をするんですけど、ちょっと玉ねぎ切るんで、いつもこうゴーグルして鼻にティッシュ止めて涙出ないようにしてます。これするとマジ涙出ないです。なんかもっと違う方法あるらしいんですけど、自分はこれを活用してます。マジで最強です。このゴーグルが効きますね。ゴーグルとこのボールを持って料理をしていきたいと思います。自分サッカー始めたのがいつだ、3歳ぐらいの頃で、お兄ちゃんがサッカーやってて多分始めたんですけど、もう気づいた時にはずっとボール触ってましたね。ずっと常にボールと一緒みたいな感じで、小学校の時とかもネットに入れるボールで蹴って学校行ったりみたいな感じで、ずっとボール触ってましたね。サッカーは大好きですね。で、今から玉ねぎを切っていきます。音楽を流しながら。よいしょ。玉ねぎ切ります。音がいいですね、音が。炒めます。それでは炒めたいと思います。入れすぎた。一旦フライパンに熱が通るまでサッカーしてます。だいぶ温まってきたんで、フライパン。このジューって音が好きなんですよね、自分。
このジューって音を今から皆さんに聞かせたいですね。いきます。これが最高っすね。この音が、こんな感じで料理してるんですけど、もちろん下にはボールを持っています。このままだいたい料理してますね。はい、こんな感じで料理してます。いやー頑張ってます。サンバのリズムで一人で喋りながらなんかやってます。今のは何の練習？今のはこれコーン11本置いて、うん、で11対11サッカーは、うん、これ11人抜きしたいんで、うん、11本置いて意識してます。マジ全然カメラ顔映ってない。顔映ってないね。ってことで51本置いてます。なんか暇な時とかに自分がいつも家でやってることを今からやっていくんですけど、自分とにかくサッカーが本当好きで、ボール触ってるのが本当に大好きなんですよ。なんで家でもこんな感じでボール触ってるよっていうのを見せていきたいと思います。ボールです。これがボールです。こんな感じでいつもボールを家でも触っております。ドリブルでした。で今お風呂入ってるんですけど、お風呂入ってるんでここから下は映せないし NG で、でまあもう動画を終わろうと思って最後お風呂で撮ってるんですけど、まあ本当は普段公園行ったりしていろいろやったりしてるんですけど、ちょっと撮影できなかったりでまあ配信できないんで、まあなんか機会があれば公園で会いましょう。でこんな感じで僕の動画は終わりたいと思います。さようなら。カメラボタン、次は神谷選手です。いろいろな選手の素顔を紹介していきたいと思います。頑張ります。